はいどうも皆さんこんにちはです今回もねポケモンスカレッタンとバイオレットでいきたいと思います はいということで皆さん、き、まあ、今日までね4本ぐらい最強ミュウツーの動画出してきましたけどもいかがでしょうか、もう皆さん倒してゲットできましたかね、まああのー、通信環境が、ね、ある方だと4人でミュウで、ね、挑戦できるので余裕でクリアできると思います、まあ、一応ね100%安定してあの4人で、ね、勝てる方法動画で載せてあるのでぜひ、ね、概要欄から見てみてください、まあ、あとはねやっぱソロでしかできない人は結構厳しい。 と思いますが一応ですねソロ攻略として立ち回り完全解説していますのでぜひねそちらも概要欄にリンクを貼っておきますので見てみてくださいあのソロの場合はですね味方にマニューラの NPC がいる時を しっっかりね狙ってくださいじゃないとね結構最後の最後で負ける確率が高くなっちゃうので絶対ね NPC にマニューラがいる時だけを狙ってください。ということでね今回の動画は「アウポケモンのレア配布が決定した」ということでそちらの情報について詳しく紹介していきたいと思います。 思いますでそれとですね今現在受け取れる配布がありますのでそちらの合言葉もおさらいしていきますですのでまだ受け取っていない配布がある方は是非今のうちに受け取るようにしてくださいということで早速ですねあるポケモンのレア配布の情報について今から紹介していきたいと思いますということで今回紹介していく配布情報ですけどもなんとミニ Q になります電気テラスタイプのミミッキュですねこちらが無料でシリアルコードが配布されるということみたいなので皆さんにねお伝えしていきたいと思うんですがまあ、あの冒頭の方でねレア配布という風うに言ったんですがどういう意味でレアかと言いますと入手がね困難なものになりますと言いますのもこちらアメリカとカナダのゲームストップ店舗でのみ無料でシリアルコードが配布されるということの ようですので、まあ、ちょっと僕たち日本済みの人にとったら、ね、結構、入手難易度がかなり高いんじゃないかなということで、まあ、レア配布ということで言ったんですがあのアメリカ済みとか、ね、カナダ済みの人はこれね受け取れるということで、まあ、そちらの人は、ね、ぜひゲームストップに行ってみてくださいで詳しいステータスとかです、ね、まだ公表されていないみたいなんですが期間が10月に配布されるということみたいなので。 まあもしかしたら10月1日から10月31日までの期間あるんじゃないかなというふうには思います。でさらにですねこちらのミミッキュが配布されるのは10月というふうに言ったんですが、まあ、こちら、ゲームストップでですねハロウィンはポケモンのハロウィン略してポケウィーンというイベントが開催されているみたいでこちらのポケウィーンの期間でミミッキュが 配布されるということみたいですでさらにですねそれと同時期にポケウィーンを 記念していろいろな、ね、期間限定のポケモングッズが売られているということみたいです、いやこれいいですよね特にこのピエロの、ね、ピカチュウみたいなぬいぐるみ、めちゃめちゃ可愛いい、まあ、こういうのが欲しい方はぜひ、ねまあ、アメリカとカナダのゲームストップで購入されてみてはいかがでしょうかということですね、まあ、一応、ね、このぬいぐるみとかに関しては、えセプテンバーの6なので、9月のもう6日から販売が開始されるみたいですね。 でそれ以外にもですねポケモン GO の方でもこのポケウィーンというものがありまして特にゴーストタイプのポケモンを中心にコスチュームイベントみたいなのがあるみたいですなので、まあ、ちょっと日本の、ね、方でも開催されるんじゃないかなとは思うんでぜひポケモン GO をやってる方は参加されてみてはいかがでしょうかということですね、まあ、こちらのポケモン GO のハロウィンイベントに関しても10月から始まるみたいなのって、まあ、1ヶ月先にはなりますね でこちらもねちょっと海外の情報になるんですがポケモンスリープの方でもなんとねこのポケウィーンが開催されるみたいで、まあ、こちらも10月の後半みたいですねに、えー、ハロウィンの何かしらのイベントがあるみたいですゴーストタイプポケモンが中心でね、えー、こちらも何かしらのイベントがあるみたいなの まあちょっと日本でもね開催されるかわからないんですが開催される可能性は高いと思いますのでぜひねそちら注目していただければなと思いますまたねこちらについても追加の情報があれば動画にして上げていきたいと思いますはいということでミミッキのね配布が決定されましたということでまあちょっとねアメリカとカナダ限定なので受け取れる方というのは限られていると思いますがぜひチャンスがある方はね受け取っていただきたいというふうに 思いますでは今からはですね現在受け取れる配布の合言葉をねおさらいしていきたいと思いますのでまだ受け取っていないコードがある方は是非今のうちに受け取ってみてください。 ではまず一つ目ですけどもこちらミュウの配布になりますまあこれはねもうほぼ全員ゲットしてると思うんですがまあぜひねこのミュウがゲットできる配布というのはもう今後ねめったにないと思いますので今のうちにゲットしてない方はゲットしておいてください合言葉はこちらになります GETY0URME W ですねこちらを合言葉で打つとミュウがもらえますので今のうちに受け取っておいてくださいでこちら、ね、受け取り期限が9月18日の朝8時59分までとなっておりますのでこれを過ぎてしまうとミュウが、ね、受け取れなくなりますので絶対に、ね、間に合うように皆さん受け取っておいてください。 でこちらのミュウはですねトレーナーごとにテラスタイプとか技がランダムで変わるということで、まあ、ガチャ感覚でね楽しめるんですが結局、ですね最強ミュウツ2レイドのためにもうみんなね虫テラスタイプに変えると思うんですがまあぜひね今のうちに受け取るようにしておいてください。 でお次はですねネットボール、ダイブボール、ダークボール、タイマーボール、クイックボール、ゴージャスボールとさまざまなボールセットを手に入れられる合言葉ですね。こちら C A、T、C、H B y B、A A T H B B Y L L ですねこちらを打つとこのボールセットが受け取れますので初心者の方は、ね、結構ありがたいと思いますのでぜひ受け取ってくださいこちらの受け取り期限がですね10月の2日の夜23時59分までとなっておりますまあ,あの余裕はありますけどもぜひ、ね、受け取っていない方は今のうちに受け取るようにしておいてください で次ですけどもこちらも同じく受け取り期限が10月2日になっております合言葉は REV1VE ですねこちらを打つと元気の塊が5個もらえるということでこちらもね初心者にとっては非常にありがたい配布だと思いますので今のうちに受け取っておいてくださいで今回最後ですねこちらも10月2日が受け取り期限となっております合言葉は l e v e LUP ですねこれを打つと不思議な飴が10個手に入りますのでぜひですね皆さんこちら合言葉を打ってゲットしてみてくださいはいということで今回はですね配布情報を中心に皆さんに紹介してきましたぜひね皆さんあの受け取っていない配布がある方は受け取ってみてください でですね今回、動画の最後に最近流行りの視聴者プレゼントを僕もねちょっとやってみたいなという,ふうに思いましたのでえ今回はですねちょっとやってみようと思います。と言いますのも今回はこちらはいこちらねパルキア用意してきましたなのでえ今回ねこの動画を見てる方はぜひ、ね、えこちらのパルキア欲しい方いると思いますので応募していただきたいと思います。 で肝心の応募方法なんですがまず、ね、こちらのチャンネルを登録していただいてさらにこの動画の高評価を、ね、していただくということが一つです二つ目がツイッターで,、ね、で DM を、ね、してほしいと思いますあの僕のツイッターのアカウントのリンクを、ね、概要欄に貼っておきますので皆さんぜ、ね、ひ DM してください。でその時にです、ねあのー、こんな感じで 携帯の画面でですねチャンネル登録して高評価を押しているスクリーンショットをぜひ貼っていただきたいというふうに思いますで3つ目はですねどんなコメントでもいいのってこの動画にコメントを残してもらうことですねこちらの3つの条件を満たした方の中で1名このパルキアを差し上げたいと思いますのでぜひ応募してみてくださいで当選者の方にはツイッターの DM で連絡を差し上げますちょっとねあのー YouTube のコメントで連絡を取ってしまうと時間的にラグがあるのでかなりねちょっとスムーズにね配布ができないということがありますので Twitter の方で DM お待ちしておりますでまあ今後もですねたまにこんな感じでえ視聴者プレゼントみたいな感じでね抽選でポケモンをプレゼントする企画をやっていきたいと思います、まあ、ちょっと不定期なんでねいつやるかわからないのってぜひね動画の最後を 注意深く見ていただければなというふうに思いますまあ、たまたまね今回の動画でこれ見つけた方はぜひ応募していただきたいというふうに思いますで締め切りはですね明日までとしたいと思います明日のね23時59分までですねに、えー、僕のツイッターの方に DM ですねあの画像をしっかり貼って応募していただいた人の中から1名選ばせていただきたいと思いますぜひ応募どんどん待っております でまあ今後もねこんな感じで抽選プレゼントをやっていくんですがせっかくね抽選プレゼントということでまあこういうパルキアみたいなねポケモン SV やってるだけではなかなか手に入らないようなポケモンをねあのプレゼントしたいと思いますのでえぜひね皆さん、応募待っております。 というわけで、ね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。まあ、こんな感じで配布情報だけじゃなくて、あのー、最強レイドの攻略方法とかポケモン情報についていろいろ発信していきたいと思いますのでぜひチャンネル登録とこの動画の高評価よろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんバイバイ。 Able to slow down it now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. I'm always self-destructive. I take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm slow, got blurry vision. I'll fall into a trap that I made by myself.